お前早く書けよ。質問来た。海外で絵を売ってた時のあるある教えてほしい。オッケー、ありがとう。僕たちは世界を旅する国際結婚夫婦。海外って家に絵を飾る文化あるよね。引っ越したりするたびにこの部屋はどんな絵飾ろうとか夫婦で話し合ったりする。カップルで絵を買いに来てくれることが多いんだけど、もうほとんどが喧嘩しちゃう。なんで喧嘩するんだろう。多いのは奥さんがどれがいいかなと思うって旦那さんに聞いたら、何でもいいよって言われて、何でもよくない考えてって奥さんに怒られてる。わかるわ。わかる。もう旦那さんの気持ちめっちゃわかる。なんで？同じようなことで結婚式でベロちゃんに怒られた。そんなことあった？覚えてないよ。あったよ。アイディア出さなかったら怒られるのに、アイディア出しても怒られる。でもはい、ってなわけで今回の絵も完成したよ。わーい。お気に召しましたか？うん、合格。よかった。世界中の旦那たち一緒に頑張ろう。ファイヤー。